こんにちは、西山です。ギターレクチャー動画、今日は19回目を撮影しています。今日の内容はですね、初心者の方はもちろん、中級者、上級者の方ももしかしたら参考になるかもしれませんので、ぜひ取り入れていただければと思います。ですね、普段演奏するときにこのギターのヘッドっていうんですけど、ここに注目したことってありますか？あんまりないと思うんですけれども、まあ、弾いてるフレーズが難しいフレーズだったりとか、うまく弾けないフレーズでね、難しいフレーズだったりとか、特にこの正破フォームって言って、例えばその人差し指とかで、複数の弦をね、同時に押さえるフォームですけど、まあ、正破とかバレーって言いますが、そういうフォームが連続して何回も何回も出てきて、コードチェンジしなきゃいけない難しい曲。こういう曲を弾くときに、どうしてもリズムに遅れちゃうんだよねとか、コードチェンジした後のコードがうまく弾けないんだよねとか、よくあると思います。で、その時に、このギターのヘッドが、もしかしたら動いてしまっていないですかっていうのを今日確認してほしいんです。ちょっとまあサンプルで、どういうことかっていうのを弾いてみますので、見比べていただければと思うんですけれども、じゃあ、例えば、ローポジションの F。あんまり、いきなりここまで飛ぶフレーズなんてあんまないと思います。今日はサンプルとしてね。同じ形の F で、6弦8フレットまで、ずらします。ここで弾くと C コードになります。なので、F、C、F、C と弾きますが、まあ、あんまりないフレーズですから、ちょっとやってみます。まず、パターン1はうまく弾けている状態で、パターン2は、ヘッドが動いてしまって、あまりうまく弾けない状態をちょっと再現してみますね。じゃ、パターン1から。じゃ、今度パターン2をやってみます。このヘッドをちょっと注目してみていただければと思います。はい、ちょっとまあパターンにはちょっと大げさ気味にやってみましたが、まあ、普段僕が今演奏する時にはこんなにあんまり動くことはないんですけれども、やっぱり初心者の方は結構今みたいに動いてしまっている人多いと思うんですね。それはどういうことかというとですね、特にこのローポジションとかの F であれば、まあ、力が必要なので、グッと要は自分の体の方に腕をね、力入れて、まあ、ギターのネックを引き寄せるような感じで、構えてると思います。その時に実は右のね、この肩から腕にかけて、ここも要はギターに触れ合っていて、こっち側でも実はちょっとこう後ろの方に、力を入れるような感じで、ぐっとね、ギター全体を自分の体をね、柱だと思って、この柱に向かってこうぐっと押さえつけてるような、そしてうまく力が入るように弾いてる人多いと思うんです。なので実際言うと、ここの3点、ここがまあ重要になってくるんですけれども、こうやって押さえてしまうとですね、さっき言ったハイポジション、この高い位置の、フォームに来るときに、要はずっと力を入れて押さえてた腕を、そのまま力を入れたまま押さえに行くっていうのはちょっと無理なので、一瞬力を抜かなきゃいけないですよね。その時に動いてしまってるってことなんです。こっちの左手の力を抜いた瞬間に、ぐっとこっちにね、力入れてたのがなくなるから、そりゃヘッドも反発してこっちに前に出ますってなっちゃうので、その時に動いちゃうってことなんですね。でもちろんさっき言ったように、右肩にも力が入ってるので、左手の力を抜くと自然と右の腕がギターをこう何ちかな、押すような感じになっちゃうんです。でよりヘッドが動きやすいってことになっちゃうんですね。じゃあどうしたら、解決するかっていうと、まあ、少し前の動画とか見比べていただければと思うんですが、やっぱり基本的には脱力をして、あんまり力を、入れすぎないっていうのが一番です。まあ、F コードね、なかなか最初の頃は安定しなくて、1ヶ月2ヶ月かかって抑える人もたくさんいると思うんですけれども、抑えれるようになって音がなんとなく出るようになってきたと。そしたらやっぱり今度はなるべく力を抜いた状態でも、綺麗に音が出るようにっていうふうに改善していってほしいんですね。力を入れっぱなしでいつも練習してると、こっちにも力が入るし、左手の腕にも力が入るしっていう状態になります。そうすると
いろんなポジションに動くときにはやっぱりこうどうしてもヘッドが動いてしまって次のフォーム、要はここが動いちゃうと安定できないですよね。そういう原因があるのでヘッドをなるべく動かさないように意識するっていうのをちょっとやってほしいんです。でそのためには上半身の力を抜く、まあ、人間の構造上こうグッとね力を入れるのは簡単なんですけど、左だけ力入れて右は全く力入れないっていうのは結構ねギター弾いてる上では難しくて、どうしても左手に力が入ると右も踏ん張ってしまうことが多いので、その時にさっき言ったこういう風に動いちゃうってことなんですけど、逆に言うと左の腕に力があんまりいらないフォームで押さえるようになったら右もリラックスして弾けるので、ギターをこう自ら動かしてしまうようなことがないってことなんです。まあ、人によってはねこうやってもうがんじがらめでね足組んでこうやってもうギターを動かないようにして弾く人もいるんですけど、それは腰にも悪いし背筋ね痛めちゃったりすることがあるので、できればやっぱり背筋は伸ばして弾いてほしいと。でその時にうまく、音が出る、そこまでちょっと意識して弾いてほしいんです。でもう一つね、今日からちょっとまあ一回試してほしいんですけど、お家にまあお父さんお母さんとか、お兄さんとか手伝ってくれるっていう人がいたらですね、このヘッドを一旦誰かに持ってもらって、いや動かないようにしてほしいんです。この状態をちょっとやってもらって、めんどくさいって言われるかもしれないけどやってもらって、それで一回さっきのこの F と C を弾いてみてください。そしたらあ、ギターのヘッドって動かなくなるとこんなに結構弾きやすいんだねっていう風に分かると思います。逆に言うと今まで弾きづらいなと思ったのは、ギターのヘッドが動いてしまってたからこんなに弾きづらかったんだっていうことも体感できると思うので、まあ誰もお家にいないっていうんだったら、例えばテーブルとか椅子とかここ壁とかね当てて、ヘッドに当ててヘッドが動かないようにしてから弾いてみるっていうのを一回やってみてほしいんです。そうすると僕が言ってることもなんとなく分かってくると思いますんで、まあ結局は脱力をしてうまく弾くってことにつながるんですけれども、実はヘッド、ここが常に動いてる人は、意外とね弾きづらくなってしまってるよっていうことに気づいてほしいっていう、そういうお話でもありました。まあロックミュージシャンだとね、自らこう、ギターを振って演奏する人もいますけど、そこはちょっとまた話は違って、アコースティックギターの場合はこう足の上にギターを置いて弾く人が多いんですが、その時によく起こりがちな、何ちかな現象っていう形だと思いますんで、そこに、ちょっと、注目していただければと思います。はい、ということで、ぜひチェックしていただければと思いますが、また、20回目もお会いできればと思います。西山でした。バイバイ。研究してみてください、自分のフォームを。